雪を切り裂くフォーメーション、氷を蹴散らすブレード、その名はスケートパシュート。果たして車でパシュートしたら、バトルの緊張感、そして団体競技ならではの楽しさを目指す新型モータースポーツバトルパシュート選手権。これ見た時に、これモータースポーツ入れたら面白いぞと思いました。で、僕オートスポーツのタワーさんがやっている連載コラムがありまして、そこでそれ発表したんですね。これ絶対レースやったら面白いぞということを言ったら、ものすごい反響があって、みんなやれやれそれ面白いよ。で、時を同じくしてデスモの方でも同じことを考えていて、やっぱりそっちもすごい反響がありました。で、これ絶対にやるべきだということで今回挑んできたんですね。そして一人新人を呼びました。はい、呼びました。若いんですけどね、飛ぶ鳥を落とす勢いがあるかどうか全く分かりませんが、はい、大島選手です。大島です。よろしくお願いします。はい、デスモデビューということですね。はい、これから我々のね、厳しい洗礼を受けることになるわけなんですが、そうですね、今回はでもね、はい、いつもあんまり仲良くないんだけど、今回は、はい、チームメイトということで。そうですよね、まあ、今回3人で走るってことで。そうそうそう、だからね、足を引っ張っても先輩2人がうまく、まあ、なんとかできるかどうか分かりませんが、はい、まあ、そのタイトル決めました。バトルパシュートです。コース設計には金ちゃんも参加。これ何メートル？スケート競技の国際規定にのっとり、1周400メートルのオーバルコースをツインリンク茂木南コースにパイロンで設定。スケートではコース幅は4メートルだが、ミニサーキットと同等の12メートルとした。設定したパシュートコースが車ではどんなものかをチェックするために、身のこなしが軽やかなコンパクトスポーツ3台を用意。まずは金ちゃんからアタック。失敗。広く見えるからついつい行き過ぎちゃうな。デスモ初登場、大島選手がアタック。スピード出ますね。100キロ近い。アラ選手の印象はどう？コントロールして立ち上がる。こっちの方がちょっとアンダーが出そうになるな。トップスピードは各車90キロ弱。一見なだらかに見えるが、意外にバンピーで姿勢を乱しやすそう。おう、コース。俺ね、ちょうどいいと思うんだけど、その広さも、はい、ストレートの広さも。でも意外とスペース取るから、こううまく入れ替わるにはちょうどいいと思うんだけど、なんか不満ですか？いや、なんか難しそうじゃないですか。そのやっぱロスをなくして入れ替えるっていうのは、結構テクニックがいりそうな感じします。コース幅も立ち上がりとかちょうど気持ちよく踏んでいくと、うわちょっと足らないかぐらいみたいな、ちょうどいいところで。場合によっちゃインからイン上がりしなきゃいけなかったりするわけでしょ。その辺だから車のキャラを生かしたところまでいければいいですけど、なかなかそこまで持っていけるかどうか。いきなりキャスター3名の評判は上々ということで、バトルパシュート専用コースは全長400メートル、コース幅は12メートル、コーナーは 26R で決定。3台連結で走るメリットは空気抵抗の低減。果たしてバトルパシュートコースでは。スケートパシュートでは空気抵抗を減らすために先頭の選手が次々と入れ替わる。しかしバトルパシュートコースは全長400メートル。果たして空気抵抗の低減は感じられるのか。ちなみに富士や菅生などストレートが長いサーキットでは最高速が200キロ以上に達し、スリップストリーム合戦が繰り広げられる。今のタイムで言うと、俺が21秒4、5、9、9だから、そういう順番かな。はい、そしてこれもそのタイムは大島選手にかかってるわけですね。はい、これいかに速く走るかでそのタイムが決まるね。いや、前走ってる人は最初から同じスタイルで走ってほしいですよね。突然ブレーキ手前になって、立ち上がり重視とかになると僕突っ込んじゃったりとか。大島プレッシャーかけてる。優しい顔してなんか俺に命令してる。今軽く命令したでしょ。優しい顔して。先頭から木下、アラ、大島の順で走行を開始。一周目、大島ついてきてるか。結構この
近距離で難しいな。単独タイムで一番遅かった大島 CRZ、 ついていくのがやっとか。意外といいと、ブレーキングで詰める。タイムは単独走行とほぼ変わらず。スケートのようには効かなかった、空力という意味ではね、ちょっとダメかな、ちょっと違ったかもしれない。もうちょっとスピードレンジがね、もっとトップスピードとかになってくると、200オーバーぐらいの、その効果も出てくるんですよね。まあ、あとやっぱりこうフォーメーション入れ替えのこの妙義のところじゃないかな。入れ替えで同じタイムを目指す、目指すと。パシュートの醍醐味、入れ替えに楽しさや難しさはあるのか。インに出るので、アウトから抜かせた方がいいんだよね。最高勝負抜かせる方が外に行く、抜かせる方が外 で、 インを刺させ、イン側から普通にこうブレーキして抜いてってもらうような、で外側を大きく回りつつ立ち上がりを稼いで、ついてくる、くっつくベストじゃないですか。あんまり理想論だけ言うなよ、できねえ。世界初、車でパシュートスタート。ちなみにいきなり本番で練習走行は一切なし。大島選手が先頭2台からやや遅れ気味。しかし車とコースに慣れてきたか、追いついてきた。ここから入れ替え開始。アラスイフトが木下 CRZ のインから抜いて大島選手も続く。タイムロスはアラスイフトでコンマ6秒。続いては大島選手が先頭へ。イン入れ。ここで僕が先頭。抜く2台のペースを落とさないためにスイフトはアウト側へ避ける。大島 CRZ はなんとコンマ2秒タイムアップ。いや俺がミスってる。より難しいことへのチャレンジでプロドライバーたちの集中力もマックスへ。これ無言になっちゃうじゃん、なんかでも面白いね。結構無駄なく言ってんじゃないか。初めてやったにしてはうまくいったんじゃないかなって思うんだけど、なんかいいんじゃないでしょうか。どう？でも結構うまくいってると思うんだけどな、はい、でもね、あれでコンマ4秒落ちぐらいでまとめれてるっていうのは、結構1回目にしてはうまくいったんですよね。あれ、あんまり大きなこと言えないけどさ、はい、俺らうまい？しかもやっぱその譲る時って外側からちょっと単位落として立ち上がり重視でいくじゃないですか。次の週にちゃんと上乗せしてますから ね絶対次の週は速くなってうまくいったタイム的にもね、はい、ちゃんとこっちに戻ってきた時は3台ピタッて並んでる状態で綺麗に通過できてるから、その辺にやっぱ楽しさみたいな。そうそう、あのね、階段回るでなんかこう今立ち上がり譲って立ち上がり重視で行った時に、はい、本当にアクセル全開でピューって行った時に、ちょっと俺なんでいいもの持ってんじゃん俺、なんで今まで俺出してこなかったんだろう。プロじゃない人たちがやったらどうなるんですかね。これはならば素人代表編集部と対決、バトルパシュートプレマッチ開催。編集部チームリーダーはマルヘンホンダ、なんと420馬力のシルビアでエントリー。編集部マナブは350馬力のマーク2、 2.5 リッターターボのトルクで勝負。制作部辻はパーティーレース仕様のロードスター、筑波で8秒台をマークしている。パワーでプロを任そうという魂胆の編集。まずはパシュートコースのチェック走行。学ぶマーク2はドリフトで編集部の隊列を乱す。ダメじゃん。
たいんですよ、本田さんに全然無理無理ダメだってはあれじゃ離れすぎてるもん。怖いよ、怖いよ、なったよそれ。ついていけないんですよ、全然あれ何あれで消す出ちゃうのマジで本田さんの侵入速度行くと、うん、ガーって流れちゃって、全然ついていけない。マジ怖いんだけどねえ、これは面白いことになったよ。気にはしないんだけど、まあ俺ら普通にやれば勝てるね。果たして勝負の行方は。バトルスタート。プロは先頭から木下、大島、アラン、そして編集部は一番遅そうな学部を先頭に行かせる作戦だ。やばい、トロコンキーの忘れてた。プロは無言、対してマルヘンはテンション上げ上げ。結構路面バンピーだよな。1周目はわずかに編集部リード。ルールは2周目から入れ替えなければならない。これでアラの後ろに。さあさあ、ここでチェンジ。プロチームがコーナー進入で入れ替えるのに対して、編集部は立ち上がりで入れ替え。見た目はボロボロのフォーメーションながら編集部がリード。勝ってるか。いえいえ、負けてます。若手2人は終始無言。さあ3周目は、さらに差を広げる。ちょっとこれあんまり喋る余裕ないな。うわ、3台目怖い。これ結構やたらオーバーステアなマナブマーク2に2人はやきもきといったところ。予想外の編集部大躍進。やべ、負けてるよ。いけー。チェンジだった、チェンジだった。編集部は乱れながらも勝負あり。マジかよ、マジかよ。あれあれ、おかしいな。あれ悪くないよ。俺たちは作戦勝ちってやつかな。そう、無双に。欲しいなぁ。まだきっちりやってるよね。ねえ。これ馬力でもある車が来たら、こういうこともありえ、ありえちゃうの、ね、うん、それ俺らが何とかしなきゃいけなかったんだけどね。でもなんか他のあれで、ね、なんか同時に走ってもいい勝負ができるようななんかを取り入れてます。ローパワー車でも勝負できるみたいなね。一緒に戦えるみたいな。うん、第1回勝者としては、うん、ここに賛成ですね。久しく聞いたことない敬語。1回戦敗退。敗退。記念すべき1敗目。次回は、おお、ローパワー車でもハイパワー車と対等に勝負ができるようなレギュレーションにするため、さらにテストを続行。そして今後はプロドライバーや読者同士でバトルパシュート選手権を開催し、参加型モータースポーツとして発展させていく予定。こうご期待。